どうもこんにちは、ランチューミックス水槽作りですね。ある程度トリートメントの方終わりまして、自分が掛け合わせたいランチュー同士の金魚をですね、何匹ぐらいですかね、5匹か5、6匹、選んで、導入している様子の動画になります。こっちはボタン流金ですね、ミックス水槽ではないんですが、この隣で新しい水槽を作りまして、そこに、ランチューの方を入れていってる時の動画です。で、今回入れるランチュー正式に決まりまして、江戸錦のメス2匹と、普通のちょっと大きめの搭載魚であるんですけど、普通のランチュー、新メンバーですね、アクアルート35から購入しました、ランチュー、こっちもメスですね。で、自分の作りたいドラゴンスケールランチューのオスを1匹追加と、あと宮本養魚所さん経由のドラゴンスケールランチュー3匹も導入します。で、この宮本養魚所さんのちっちゃいドラゴンスケールランチューに関してはまだオスメスが判別できないんですけども、今回ハーレム水槽としてドラゴンスケールランチューのオス、サラサのドラゴンスケールランチューオス1匹対全てメスっていう風に決めてたんですけども、ちょっと宮本養魚所さんのドラゴンスケールランチューも掛け合わせ、この3匹ですね、この3匹を掛け合わせたいということで、急遽入れることになりました。これだけね、こんだけちっちゃい体なので、おそらく産卵の方は来ないのかなとは思うんですけども、ちょっと試しに入れてみて、ちょっとオスメスね判断ができなかったんですけど、ちょっと寂しいのでちょっと入れてみましたっていう気持ちで、導入をしてたんですけども、ここから1週間ぐらい経って、もう今ですね、もう天気のいい日に入れた、天気のいい週に入れたので、もうね、1週間経った今では青水の苔だらけの水槽になってしまったんですけども、その中で産卵の方無事、来てくれて、しっかりこの今一番手前のドラゴンスケール、サラサのドラゴンスケールランチューもしっかり、追ってくれて、産卵成功させることはできました。で、その中でこのちっちゃい宮本養魚場さん経由のドラゴンスケールランチューも結局その盛りが来ちゃって、オス2のメス1でした。で、しっかり精子の方も出して、で、卵も出しましたね。こんなちっちゃい体なんですけども、卵の方も出してくれて、おそらくオス2のメス1っていう感じでした。なので性別が分かった以上、オス2匹、おそらくオス2匹だと思います。1匹はまだ精子出ないんですけども、見る限りちょっとオスっぽかったので、一応オス2匹と判断させてもらってるんですけども、ちょっとオス2匹はね、今回ハーレムを作るっていうことで、オス2匹弾こうと思ったんですけど、別の水槽に移動しようと思ったんですけども、うまく安定してるので、変にまたね、お引っ越しして、体調崩すのもあれなので、ちょっともう今回はこのメンバーで、今回はというか、とりあえずね、このメンバーで飼育していくことになりました。で、追尾行動始まっても自然産卵で、ここの水槽の子たちは行こうかなと思ったんですけども、思ったよりこの手前の子をですね、アクアルート35さんから買ってきたランチューなんですけども、結構やっぱ腹がこの1週間でどんどん腫れてきて、膨れてきて、ちょっと卵がっつり出す感じの体型になっちゃったので、結局絞りました。半分は人工授精の半分は自然産卵っていう感じで、ちょっと今回はやってみました。これですね、一番大きなアクアルート35さんから、購入してきたランチューの子が出した卵ですね。ちょろっと絞ってみて、ドラゴンスケールランチューのサラサのことを掛け合わせて、どのくらいですかね、8割ぐらいですかね、受精8割5分ぐらいですね、受精率的には あるかなという感じで、これも最新の動画で、今日今さっき撮った動画なんですけども、そろそろ孵化し始めて、明日の朝にはね、うじゃうじゃと孵化してる感じの様子になると思います。で、自然産卵した子たちはちょっとこっちですね、こっちの方に置いて、どれだけ孵化するか分かんないんですけども、あとはもう観察って感じですね。で、こっちが実際産卵が始まった初日の様子なんですけども、こんな感じでドラゴンスケールランチューがちょっと大きめの
メスの金魚に、ランチを追っかけてるんですけども、意外や意外で、わかるかな、このちっちゃいランチですね、宮本養魚場さん経由のちっちゃいランチも一生懸命追っかけてたんですね、オスの方が。でちっちゃい、もう一匹の宮本養魚場さん経由の、子も追われてて、ちょっと絞ってみると卵出てきたので、こんなにちっちゃい体でも結局卵持っててくれて、もうとはいえ今回はこの動画に映ってる2匹ですね、ちょうど追尾し合ってる2匹のこの卵になります。で江戸錦がですね、2匹メスで追われてはいるんですけども、ちょっとまだ卵まだかなっていう感じですね、お腹触ってみる感じだと。ただ今いつ出すかっていうのは分かんないですけども、なんか自分が触ってみるか、確実にメスなんですけども、触ってみてる感じまだちょっと卵を蓄えてる感じではないので、もうちょっと先のお楽しみっていう感じで、江戸錦とドラゴンスケールランチュね、くっつけてどういう子が生まれるかってすごい楽しみでね、やってみたいんですけども、なかなかどうですかね、今シーズンいけるかどうかが、まあ、微妙なところですね。でもうすでに産卵がですね、この子たち引っ越して1週間のうちにめちゃくちゃスパンが短かったんですけども、もう最これはもう昨日おとといの写真、動画なんですけども、もう1週間経てばこういうふうにもう緑の苔が水槽内に張って、非常に見にくい状況ではあるんですけど、その中でもうすでに2回目の産卵が来ましたね。これだけ短期間でまた始まるのじゃ自分もあんまり経験ないんですけども、とりあえず立派にね、たくさん卵を出してくれたんでよかったですね。ということで2回目の産卵もほぼこの元気に追っかけ合いっこしている2匹の子供にはなると思います。でこれがもう最新版の最新版で、今さっき撮った動画なんですけども、まあ、今はもうとりあえず休憩期間なんで、お互い追尾することもなく優雅に泳いでいます。どん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 黄色い苔が張るので、表面だけ苔削って、常に金魚見やすいように飼育してますけども、楽しいですね、やっぱ透明水槽っていうのは、やっぱ見る楽しさっていうのがね、やっぱり上見の船では楽しめない楽しさっていうのがあるので、ちょっとまあ透明水槽もね、ちょっと管理は大変なんですけども、続けていきたいなと思います。増やすことはないと思いますけど、こんな感じでちょっと動画が消えてなくなってしまいましたので終わります。ありがとうございます。